マドリード王宮の玉座スペインの王位継承順位は、フランシスコ・フランコの遺言により即位したフアンカルロス一世の後継者について、長子相続の原則に従い、男子を優先して決定される。国王と国会の双方による明示的禁止に反して、婚姻をした王位継承資格者、及びその子孫は王位継承資格を喪失する。国王のみ、 または国会のみによる婚姻禁止の表明は、王位継承にいかなる影響も与えない。スペイン1978年憲法第57条第1項では、スペイン国王は歴史的王朝の正当な継承者である、ブルボン家のドン・フアン・カルロス一世陛下の後継者が、これを世襲すると規定している。現在までこの規定における後継者が子孫と同義であるかどうか、 そうではない場合、王位継承資格者に、フアン・カルロスの子孫以外の人物が含まれるかどうかは、明確にされていない。フアン・カルロスの二人の姉妹、バダホス女公爵、ピラール王女とソリア女公爵、マルガリータ王女は、王位継承権を放棄したが、この放棄は1978年憲法の採択前に行われた。それより、前の世代の権利は、王位継承権の放棄や、 大位継承権に関係するかもしれない未承認の婚姻によって同様に曖昧である。憲法第57条第5項では、大位上位及び大位継承に関する事実上または法律上の疑義については、組織法によりこれを解決すると規定している。また、同条第3項では、法律で定めるすべての家計が消滅したときは、 スペインの利益に最も合致する方法で国会が王位継承者を任命すると規定している。組織法により王族の他の構成員の権利が明示されるまで誰がどのような時に王位継承資格を有する後継者となるのかは不明確である。2004年の総選挙で勝利したスペイン、社会労働党は性別に関係なく、 長子を優先する絶対長子相続性の導入を選挙公約に掲げており野党第一党となった国民党もそれを支持した。当初は改正後に生まれた王族にのみ適用されるものと考えられていた。しかし主要な政党すべてが男子優先制は憲法で確立された男女平等の原則と矛盾しているという合意に達したため、 王太子比レティシアが男子を出産して、レオノール王女の多い継承順位が下がることになる。前に法律を変更することとなった。その後2006年に、レティシアの女子の解任が発表され、法改正の緊急性がなくなった。ありがとうございます。